社伝によると、伊勢神宮へ参拝者を案内し、参拝、宿泊などの世話をする御師がこの場所を宿舎にして、北関東一円にお祓いのお札を配っていた。やがて、この宿舎に伊勢神宮内宮の分霊を祀って、伊勢殿神社と称するようになったと伝えられている。古くは、毎年10月から半年ほど住み込んで、北武蔵や伊勢崎あたりまで巡回した。大正期には11月に10日ほどになり、やがて途絶えたという。昔、伊勢参りは出発から帰着まで2ヶ月かかった。伊勢参りは一生に一度は行うものと言われ、行かれない人は伊勢殿神社に参って済ませた。一時期、八坂神社が境内に移された。